大阪茨城モスク、または大阪茨城マスジドは、日本の大阪府茨城市にあるモスク。2006年に民家を購入する形で改造され、宗教法人大阪茨城モスクによって管理、されている。1990年の初め、大阪大学のムスリムの留学生や研究員は、OMA を結成し、ムスリムの起業家や関西の日本人と協力して、 モスクの設立のための募金活動をするべく、マスジド委員会を形成し、アイクフォーという名称で寄付を募る活動を開始した。マスジド委員会はもともと、大阪市の中心部にモスクを建設するつもりだったが2005年を迎えても資金は足らず、また駐車場を求める声があったため中心部でなくても、良いという考えになった。マスジド委員会は、 大阪大学スイタキャンパスのムスリム向けの礼拝室が狭く、金曜礼拝の時などはムスリムが不自由していることを理由に大阪大学や近隣の豊川駅から近い物件を買うことを決めた。2005年12月には現在の茨城モスクとなる物件が見つかったものの、当時集まっていた寄付金は140万円で購入金額の320万円を満たしていなかった。 そこで、マスジド委員会は、マシャージに連絡を取り、関西に限らず、日本全国で、募金活動を行った。その成果もあって2006年3月31日には、茨城モスクの物件を購入し、余った募金で手洗い場と水場を設置した。同年4月22日には、OMA のメンバーやマシャージ、その他多くのモスクの代表者を招待して、会道式が開かれ、 翌日には、近隣住民や自治会、警察などが招待されて2回目の会道式が行われた。茨城モスクは OMA によって、半年ごとに持ち回りで、会長や会計などの役職を担当して、運営している。毎週金曜日の集団礼拝。2010年現在、茨城モスクに、イマームはおらず、毎回選ばれた担当者が、アラビア語と英語の2カ国語で儀礼を行う。 毎週土曜日のアスルの礼拝の後、以下の講義等が行われている。土曜日プログラムは一年中行われているが、断食明けの祭りを祝う週には行われない。ラマダンの時期にはタラウィーフ及びタハ八ドの礼拝が行われる。ラマダンの期間中は、普段より出入りが多くなるため、近隣住民に歌詞を添えて伝える。大阪モノレール、サ都線と川駅徒歩7分ムスリムは、 礼拝前に、うずというお清めをしなければならない。ありがとうございます。